えて。ウガンダコーヒー。ええー、これ。アフリカンフード。なんだ。読めたや。はい。本当スラスラ読めた。ウガンダの国名じゃないですかあれ。国名って。国名。どれどれ国旗だろ。マメミムメモマモム。そう言うとかあんとだ。ちょっと待って待って、アホがチャラいだろ、マジなちゃうでこれ。マメミムメモモム。ああ、国旗だ。ああ、すぐすごい、すぐ呪文唱えたな。呪文ちゃうでこれ。全く想像できないウガンダ料理が食べられるお店を発見。一体どんなお店なのか。ウガンダのことですか。ジョージさん、日本に来てどれぐらいですか。もうすぐ3年です。3年でそんな喋れるんですか、日本語。あれ練習しました。マメムメモマせえへん。お前だけ。コーヒーが有名なんですか、ウガンダ。はい、コーヒーが有名です。知らんかった。自己ビーのコーヒーない。はい、コーヒーちゃうね、コーヒー。コーヒー、はい。なんかお前食べ物見たことないっぱいあるんですか。ありますね。じゃあ訳分からんけど、お前これ頼めや。はい、ピラオ。ピラオ。ピラオしか書いてない。ピラオみたいなことなんですかね。僕らやってますから、ピラオ。ピラオ。お前ピラオっちゃピラオ。ピラオですから。あの、見たらアホになるっていう番組やろ。アホにならないならないですから。DVD あげたじゃないですか。いや、あれ、マジで、はい、あの、ラッピングのまま捨てたから。最低最低ですよ。これカレー系いきますか。バナナカレー行こうか。お、攻めましたね。吉田さん、バナナカレー。バナナカレー。はい、お前、ちゃんこですよ。ウガンダちゃんこ。なんで俺がちゃんこじゃないの。ウガンコ食ってもらえよ。ウガンダちゃんこ、お前スパイシーに決まってるやろ。汗止まれへんやろ絶対お前。まずはウガンダコーヒーを味わってみることに。ウガンダのアイスコーヒー。ウガンダのアイスコーヒー。どう。うわあ、うせや。じゃあ、あの酸っぱいです、思ったより。酸味がある感じ。酸味があって美味しい。ウガンダ感半端ないっす。ほんまや。全然違うよね。さっぱりさっぱり。あ、ほんまや。ちょっと、ま、ホットです。そんなに酸味はないけど。ね、あ、そう。ちょっと違うかもしれないですね。美味しい。アイスはパイナップルでもどっか奥に沈んでんちゃうかっていうぐらい。うん、そんなっすか、うん、パイナップルっすもん。パイナップルではないやろ。そう、パイナップルジュースやんか、それやったら。いや、そういう錯覚に陥るぐらいの酸味です。奥さんですか。奥さんじゃない、チェフ。チェフ、チェフ、好きなんですか。はい、やめろよ、お前。好きな女性のタイプはどういったんですか。ナースわかる。ナースが好きってことだよ。だいぶ風俗行ったんだよ。え、なんだろう、ナースわかんねえ。日本人のナースがいいっすね。変態やないか。あ、チャパティエッグ。うまそう。うわ、巻き切るもん来たね、これ。何これ。あ、こういうとこ。うまそうじゃないですか、めっちゃ。ピラオ。ピラオ。ピラオなんか、長細い。うわ、ほんとだ。ピラオでもない。何これ。バナナカレー。バナナカレー。バナナカレー。あれ？これバナナ？え、ちょっと待って、ご飯ないよ。主食バナナですよ。いや、俺カレー食う気満々やったのに。ちょっと待ってや。イエーイ。バナナご飯代わり。これ飯すっきやね。うがりカレーもご飯じゃないじゃん、これ。うがりって何や、これ。トウモロコシのカレーです。トウモロコシの粉。いただきます。いただきます。ちょっと問題ですね、このお店。何でやね。完全にバナナ。今日ウガンダってるね。あ、いめちゃくちゃうまい。バナナ、バナナだ。辛いのと甘いのでぐちゃぐちゃじゃない。全然カレーに合う。カレーライスよりもカレーを引き出してますね。今後俺バナナにカレーかけてくるかも。ウガンダのバナナが美味しなってる。はい、来た。普通にうまい。味は普通に。味は出汁効いてんじゃん。出汁取ってんの。全然スパイスじゃない。これ出汁効いてるかっていうぐらい。日本の出汁？濃厚出汁巻きみたいな。めちゃくちゃうまいねんけど、これうまそう。めっちゃうまい。関西人からしたらなんかそば飯に見えるわ。そうですね。あ、本当この感じです。あ、トウモロコシの粉を固めた。この方手で食べますね。あ、はい、手で食べます。手で食べへんやったら聞こえない。食べるかと思います。
めっちゃうまい。これうまい。どんな感じ？どんな感じ？柔らかいです。口当たり。ちょっとスポンジを硬くした感じですね。あ、だから。スポンジを硬くした感じ？ウイローの柔らかいまん。どっちやの？硬い方に寄せた方がいいのか、柔らかい方に寄せて考えた方がいいのか、どっち？うろうろさすなよ。いや、めっちゃうまいけど、食えば食うほどカレーライス食べたんだけど。あか、苦笑い。あかんの？ほらほらほら。ほらほらほら。ほらほらほら、これ全部かけていっていいよ。あ、違うわ。カレーライスがあんねや。なんかあんの？カレーライス。やってしまった。こんなんせんでも普通のカレーライスがあったんや。なんだ。いや、ほんだこれバナナカレーにライスついてませんって書いとかんとダメですよ。皆さん、ガンガン料理食べに来てください。